こんにちは、片岡伸恵です。心のこと、体のこと、生き方のことなどお話ししています。よろしくお願いします。このチャンネルでもですね、読書録というジャンルを一つ作ってたくさん本をご紹介させていただいています。もともとそういうことをするつもりはなかったんですけれども、まあ、常々私がよく本を読むので、その中でやはりこう面白いなと思ったことを皆さんにご紹介したいなと思って一つジャンルを作ったんですね。このチャンネルでは一応、まあ、チャンネルのテーマに沿ったような本のご紹介をすることが多いので、自己啓発系の本をねたくさんご紹介させていただいてますけれども、まあ普段はそれ以外のジャンルの本もたくさん読むんですよ。でその中でもこれまで読んできた中で私が一番好きな本、決してこれを超えることがないと断言してしまう本があるので、それをちょっと今日はね、ジャンルを超えてご紹介したいと思います。私史上一番好きな大切な本というのが実はこちらなんですね。小説なんですけれども、栗本薫さんという方が書かれたグインサーガという物語なんですね。栗本薫さんというのは、まあ、小説を書かれるときはそのお名前なんですが、随筆を書かれたり、テレビに出て活動されるときは中島あずささんというお名前で活躍されていた、まあ、女性の、ね、方で、まあ、私世代の人は結構テレビとかでご覧になってご存知の方も多いかと思います。たくさんの、ね、随筆や小説を出されている方なんですけれども、この方がおそらくライフワークとして一番時を費やされたであろう物語がこのグインサーガなんですね。この本はヒロイックファンタジーというジャンルになるんですね。まあ架空の物語なんですけれども、1979年に1巻、第1巻が発行されて、その発行された時点でこの物語は100巻まで続く予定だということを公言されてるんですね。で、100巻でギネスを目指しているという大河小説、かなり壮大な物語になることを最初から想定されていました。そしてそのためにもう100巻目のタイトルももうすでに最初の1巻の時から決まっていたんですね。そのぐらいこう大きな壮大なストーリーがもうすでに頭の中にあって書き始められた物語なんです。どういうお話かと言いますと、もうこの物語のことの発端っていうのはとある空想上の世界観なんですけれども、この中原という、世界がありまして、この中のとある国の双子の王子と王女がいるんですが、この子たちが自国での戦火を逃れるために森の中にね迷い込んでしまうんですよ。でこの迷い込んだ森の中で異形の戦士と出会います。首から上がヒョウ、体は筋肉隆々の戦士なんですよね。でこの戦士と出会って冒険を始めていくというのがことの発端で、そこから、まあ、いろんな冒険が始まるんですが、一番最初の冒険の一区切りがつくまでに5巻まで費やすんですよ。いわゆる普通の小説でいうところのプロローグの部分ですよね。普通の小説でのプロローグっていうのはだいたい 2,3 ページぐらいでは、これから物語が始まるぞというワクワク感を持たせる部分、この 2,3 ページ分であるはずのものがもうすでに5冊分続いているというめちゃくちゃ長い話になってるんですけど、さらにそこからエピソードがねずっと続いていって、まあ一区切り、最初の一区切りの物語が終わるまでに15巻かかるというね、ものすごい長い話なんですけれども飽きないんですよね。その世界観がもうあまりにもクリアに描かれているのと、人物相関図とかも本当にねよくできた物語なんですね。で読んでいて没頭してしまうぐらい景色の描写なども細かく鮮やかに書かれているので、全く飽きずにここまで読み進めることができます。で、まあ、この15巻まででまず最初のエピソードに一区切りをついて、ここからどんどんとまだ話は広がっていくんですが、もちろんね全くこう想像上の中原という世界を描いているのでファンタジーではあるんですけれども、中にすごく政治的な要素とか人との関わりがあったりとか、そういう広がりも見えてきて、国と国
国のせめぎ合いがあったり、その中の人物のせめぎ合いがあったりということが描かれていくので、どんどんね壮大になっていくんですよ。でこのまあ中元という世界が、まあ現実で照らし合わせると何となくこうヨーロッパっぽい感じなんですね。それぞれの国の特色というのが、この国に似ているな、この国に似ているなというイメージができるので、よりなんかこう現実味を持ちつつ、その政治的な、ね、駆け引きなども楽しめる。しかもファンタジーですから、プラスこう謎の世界観もあるんですよね、まあ、魔法使いが出てきたりとか、不思議な生き物が出てきたりとか、まあ、そもそも主人公が首から上ヒョウですから不思議な世界なんですけどね、まあ、そういう不思議なところと現実味のある政治的なやり取りというものがうまく相まっていて、とても壮大で面白い物語で、本編だけでもずっと続くのに、プラスまた外伝もあるというぐらい枝葉もしっかりと描かれていくんですよね。これがね、本当に私は出会ったのが高校生ぐらいの頃だったんですけれども、およそ30年ぐらいずっとこの世界を楽しませていただいてきました。その100巻ね目指していらしたんですが、100巻でじゃあ完結したのかって言いますと、実は終わらなかったんですよね。で、98巻目ぐらいになった時にも物語の根底をひっくり返すぐらいの大どんでん返しが起こって、もうちょっとねある意味絶望したんですよ、その物語の時。これ100で終わらんやんって、もう絶対100巻で終わらん、こんな時にこんなことしたらっていうような進行になって、ちょっとへーってなったのと同時に不安もあったんですね。というのは、この作家の栗本薫さんという方がこの時点でもうすでにがんを患っていらっしゃって、そんなにこう長く生きられないんじゃないかということを懸念されている時に、その大どんでん返しの物語100巻で終わらないということになったものですから、大丈夫かな、この話終わるのかなって思っていたんですが、さあもう完結前に旅立ってしまわれて、物語が終わらなかったんですね。最後に栗本さんが書かれたのが130巻だったんですが、この本私も実際に手に取ったんですけれども、他の本の半分以下の薄さになっていてね、本当にこう途中まで書いて途中で命を絶たれてしまったっていうのが、そこから感じ取れる何とも中途半端の終わり方だったんですよ。でもそれを見るのがね、もうショックすぎて、私はページを開くこともできず、そのまんま読めずに終わってしまったなんですよね。悲しかったんですね、この薄い本を見るのがすごく悲しくて。で、実を言うとこの続き未だに続いているんです。その後他の方が継承されて、この世界観をずっと続けてくださってはいるんですが、私の中ではどうしてもその時のショックと悲しみが大きくて、130巻の薄い本を開けられないまま終わってしまって、未だに私の心は中元をさまよったままになってるんですよね。だから私はこの本を超えることはないと、決して超えられない一番の本だということを断言できるんです。ずっと気持ちが残ったままなので。というぐらい非常に思い入れのある物語、皆さんにぜひ紹介したいなと思って今日はお話をさせていただきました。とはいえ、まあ、文庫本なんですけれども、まあ、現状で140何巻まで出てるのかな、それにプラス外伝が20巻以上あったりするので、読んでみてくださいって気楽に言えない関数です。160巻70巻分ぐらいあるのでね、一気買いしてもどこに置くねんぐらいの量になっちゃうので、まあまあなかなかおすすめはできる量じゃないなと思うんですけれども、まあ秋の夜長にねちょっと挑戦してみようかなと思われた方はぜひこの世界観私と共有してください。せめて最初の5巻だけでもこれかなり楽しめます。なのでね、ここまでだけでもちょっと読んでみてほしいなと思います。読まれたことある方はぜひ私と一緒にグインサーが談義ができる日を待っておりますので、ぜひ、ね、コメントとか寄せていただけると嬉しいです。はい、ということで今日のお話はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは誰もが自分を大切に人生を楽しむヒントをシェアしています。お気に召しましたら
チャンネル登録、高評価ボタンの方お願いします。またコメント欄にご意見ご感想ご質問などいただけますと励みになります。どうぞよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。